ロイク・ディッシュナは、フィジー・ランバサ出身のサッカー選手。インディアン・スーパーリーグ ATK 所属。ポジションはフォワード。年代別のフィジー代表や地元のクラブで実績を積んだ後、2008年にニュージーランドのワイタケレ・ユナイテッドに加入。同年には、フィファ・クラブワールドカップ2008にも出場。以降、チーム屈指のストライカーとして、ワイタケレの国内リーグ4連覇などに貢献。 2012から13シーズンは、レギュラーシーズンで12ゴールを挙げ得点王に輝いた。2013年9月、ワイタケレのライバルチームであるオークランドシティ FCA 移籍。12月11日、自身2度目の出場となった FIFA フフクラブワールドカップ2013の初戦、タイラジャカサブランカ戦では、後半に一時同点となるゴールを挙げた。 これにより FIFA フフ主催の国際大会で初めてゴールを挙げたフィジー人選手となった。2014年1月7日、シーズン終了までの期間で A リーグのウェディントンフェニックス FC への加入が発表された。同クラブには過去2度トライアルを受けた経験があり、本人にとっては念願のプロ契約を結ぶこととなった。3月16日、メルボルンハート FC 戦で A リーグ初ゴールを記録。その後クラブと新たに2年契約を交わした。2016から17シーズン、クラブとの契約をさらに2年更新。25試合に出場し、チームトップとなる12ゴールを記録した。翌2017から18シーズンは、チームとしても、個人としても成績が振るわない中、リーグの終盤に、アメリカ MLS のクラブが獲得に乗り出すなど挙手に、 注目が集まったが、最終的には、ウェリントンと、新たに1年間の契約を結ぶことで同意した。2018から19シーズン、新たに、クラブの監督に就任したマークル・ダンの下、レギュラーシーズンで、自己最多となる18ゴールを記録。A リーグ得点王に輝くとともに、リーグ年間最優秀選手に贈られる、ジョニー・ウォーレンメダルを、南太平洋諸国出身者として、 初めて受賞した。2019年5月、ウェリントンから契約延長のオファーを提示されたものの、これを誇示し、クラブから退団することを表明。6月、インディアンスーパーリーグの ATK に加入することが発表された。2007年8月25日、2010FIFA ワールドカップオセアニア一次予選のツバル戦で、フィジー A 代表デビュー。 この試合で前半の22分間にハットトリックを達成し、16から0と圧勝を収める。2008年11月19日、二次予選のニュージーランド戦では2ゴールを挙げる活躍でチームを2から0の勝利に導く。フィジーがワールドカップ予選において、ニュージーランドから勝利を収めるのは、これが初めてのことであった。2016年7月16日、 リオデジャネイロオリンピックに出場する U-23 フィジー代表にオーバーエイジ枠で選出され、本大会では首相として、またチーム唯一のプロ選手としてグループリーグ全3試合にフル出場した。チームは3連敗でグループリーグ敗退に終わったものの、第2戦のメキシコ戦ではフィジーの大会唯一となるゴールを挙げた。ありがとうございます。